チラ。皆さん、明けましておめでとうございます。盛り上がってまいりました。酔っ払ってまいりました。どうもラノマです。はい、というわけで今日はですね、まあ1月1日ということで特別ゲストとして私やってまいりました。まあ皆さん、ちょっとでもスミノフチャンネル見てもらった方がいいと思いますので、まあ私の名前も覚えといてくださいね。よろしくお願いいたします。それではスミノフさん、どうぞ。はいはいはい、皆さんどうも明けましておめでとうございます。おめでとうございます。はい、ちょっとロヌマちゃんあっち、なんでやなんでや。はい、ですね、まあ先ほど、2018年もお世話になりましたという、動画を上げましたけども、2018年、ごめんなさい、お前1年前に戻ってんじゃねえかよみたいな感じなんですけど、2019年もスミノフチャンネルよろしくお願いいたします。いやー、もうね、本当にもういろいろありましたよね。いや、さっきまでね、酒飲んでたんですよ。酒飲んでて、いや、もう2019年になったから、初の動画はちょっとね、やっぱりこのご挨拶しないとダメっしょみたいな感じで、まあやってまいりました。で、2019年のテーマとしては、2018年は iPhone で映す私の世界っていうのだったんですけど、2019年はさらにプラスして崖っぷちの挑戦ということでね、やっていきたいと思いますよ。もういろいろ崖っぷちで頑張っておりますけども、まあね、ちょっと面白おかしく、やるのもいいかなと思ったりするんですけど、せっかく私こんだけね、よう喋るバカなので、もう本当に、もうこのトークでね、あ、こいつおもろいわっていうぐらいのね、やつでやっていかなあかんかなと思っておりますけども、まあ、なかなかね、それがね、難しいので、もう2019年になりましたので、なんかちょっとね、今までね、なんか、まあ、すっごい堅苦しい喋りというか、なんだこの日本語はっていうのはあるんですけど、2019年はなんかとりあえずよう喋るけど、なんかちょっともうちょっと柔らかくフレンドリーな感じでいきたいなと思っておりますけど、なかなか難しいですね、本当にね。もうなんか、どうしたらいいか分かんない喋り方になるんですけど、まあいろいろとね、模索もしておりますけど、まあちょっと皆さんのね、なんかね、こうなんか笑いが生まれるような動画を作っていきたいかなと思っております。例えばさっきのロノマちゃんなんですけど、はいはいってね、こんな感じでなんか一人二役とかもね、一時期やってましたけども、最近ちょっとやってねえなとか思ってたんですけど、まあそんな感じで、ね、ちょっとやって、この二人でなんかね、二人なのか、なんかやってもいいかなとか思ったりするんですけど、まあ、口動くのここなんでね、一人二役なんで申し訳ないんですけど、まあ、そんな感じで、なんか皆さんにね、プッて笑えるような動画も、作っていきたいかなと思いますし、まあ、うつみのふチャンネルって基本なんかね、あ、今かんだわとかね、なんか、あいつなんか、アホみたいなこと言ってるみたいな、いや、でも面白いなとか思って言ってくれる人も確かにいるんですけど、結構ね、ジャンルがマニアックなところをついてきますので、なかなか話についていけないとかね、トークが早口すぎるとかね言われるんですけど、まあいいじゃないかっていう話なんで、まあ分からなかったら再生聞き直せとか思ったりするんですけど、いやそんな、いやごめんごめん、今酒入っとんねん、ほんまに酒入ってんねん、だからね、ちょっと愚痴になると思うんですけど、前ええかと思ってるんですけど、これこんなん動画にしてどうすんねんって話なんですけど、まあとりあえず2019年スタートしました。でスミノフチャンネルも今撮影してるということになりまして、もう新たなね、崖っぷちの挑戦今日から始まっております。まあね、これがいつまで続くかどうか分かりませんけども、チャンネル登録1000人早くなりたいものですなとか思っております。いやもうよく喋るんだけどね、トークもうちょっとね、深夜テンションなんでボンボコボンボコ出てくるんですけど、まあスミノフチャンネル今までやってきたことっていうのは結構あるんですよね。鉄道以外にも雑草食べたとかね、後ろのこの壁使ってなんかいろいろね、ティーチングみたい、学習会みたいな、勉強会みたいなもんやったりとかしてますし、
まあいろいろね、皆さんの興味の引くことを、やろうとはするんですけど、だからツイッターとかでも、いろいろ質問とかも、質問とかこの辺の鉄道が分かりませんとかでも、なんかあれば、皆さんの前でちょっとご紹介できたらなと思いますね。全然そういう質問とかね、なんかさりげないことでも何でも、ツイッターの、ノフアイス141っていうのがありますので、そのツイッターで質問を受けております。まあもちろんツイッターわからんわっていう人がいたら、スミノフチャンネルの動画のコメントでもですね、募集しております。ぜひぜひ、なんかね、こう質問箱みたいな感じでね、送ってきてくれても結構ですので、ぜひお待ちしております。いやもう楽しく、なんか笑いがプッと出るようなそんな動画も作っていけたらなと思いますので、ちょっとね、今まで2018年やってきた中でちょっと硬いんちゃうかなっていうのとかね、話がぶっ飛びすぎてわからへんとかあるんですけど、まあちょっとね、せっかく関西で、大阪なので、大阪弁とかもちょっとね、いろいろ関西弁とかもね入れていけたらなと思うし、そういう関西弁の言葉とか、大阪弁じゃないよ、大阪のなんかこうね、読みにくい地名とかね、なんかこうこの辺で書いてとかね、ご当地 PR とかもやっていきたいので、いろいろ旅に出るっていうよりかは、なんかね、スミノフチャンネルいろんなことをやりだしたっていう、さらにいろんなことやりだしたあいつみたいな感じの方がなんか面白いんちゃうかなと思いますので、皆さんの興味があればですね、ぜひ動画も見ていただいて、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。いやー2019年ね、具体的にそういうこと言ったけど、結構何しようかなっていうのが多いんですよ。で、今まで通り撮影も行きますので、どっかね、このお店取材来てほしいとかなったら、全然喜んでいくんですけど、そういうようなレベルじゃないので、もっとね、なんか力をつけて、頑張っていきたいなと思っております。それではですね、2019年のスミノフチャンネルなんですけども、いろいろな動画も撮っていきたいし、私のこのね変な顔も、映ると思いますが、ぜひともスミノフチャンネル、よろしくお願いいたします。短い動画なんですけど、なかなかね、私の動画ってね、大体20分前後っていうのでね、作っております。ただし総再生時間とかね、この平均再生時間ですか、見るとなかなか皆さんね飽きてるようでね2分いってないんじゃないかなっていうのはありますけども、ちょこちょこ上がりつつになっておりますので、鉄道とかね、北方貨物線とかいろいろ、なんか話題になった淀川鉄橋だとか東淀川駅とかね、興味ある部類はついていってるんですけど、なかなかちょっとコアな部分っていうのはありませんで、再生回数が多分おそらくネックになってくるかなと思いますので、私の多分 YouTube のタグの付け方とかいろいろあるんでしょうけど、そのあたりも頑張って、勉強していきたいなと思います。私にはあまり時間がありません。約束したのは多分有言実行するタイプだと思いますので、何とかしてでも、頑張っていきたいと思っております。こいつおもろいやんけって思った人は、ちょっとチャンネル登録してあげてください。してやってください。本当お願いします。私に一票っていうような、そんな感じ、選挙とかそんな興味ないんで、もういいっすみたいな感じなんですけど、皆さんもね、ぜひ、スミノフチャンネルでもし、こいつの動画でなんかこういう知識を得たとか、こんなとこ行ってみたくなったとかね、なれば私の勝ちかもしれませんので、行ったことあるけど、なんか面白く実況してるからまあいいかとかね、なんか思んないけど、なんかそのうち伸びるんちゃうかなとか思ってくれる人がおるんであれば、チャンネル登録よろしくお願いいたしますね。チャンネル登録と、その辺、ばっかりしか言ってないですけど、私もねいろいろ動画っていうのは見てるんですけど、なかなかコメントがなんかね、この人にコメントしたらなんか
申し訳ないかなっていうのも結構あるんでね、なんか、うち結構コメントしてくれた方の動画は結構見に行くんですけど、なかなかあの自分からっていうのがいけなくてですね、なんか申し訳ないなと思うんですけど、まあそういうのはちょっと私のダメなとこなんでね、これからはちょっと直していきたいなと思っておりますので、ぜひぜひ、なんかねちょっと、何言ってるか分かんなくなってきたけどね、もう酒飲んでるからしゃあないねんけど、まあさっきね、0時になった時にお酒をいただきましてですね、美味しかったですね。久しぶりのお酒はちょっとこれ終わってからまた飲もうかなと思ってたんですけど、まあとりあえず配信させていただくとなんか、ねなんかもういろいろいい気分になっていまして、深夜テンションだな、おい酒入ったらダメだなと思うんですけど、なんだ何を出した、まあとりあえず10分11分喋ってきてるので、まあよく喋るやつだなって思うなら、まああのチャンネル登録してくださいはい、まああのこんな感じで2019年ねちょっと柔らかく、面白おかしく、そしてまあ崖っぷちの挑戦ということでですね、すみのチャンネルやっていきたいと思っております。皆さん何回も同じこと言うなよって思うと思いますけど、まあそれぐらいの勢いで、やっていきますので、どうかもうまた、気が向いた時には、来ていただいたらいいかなと思いますので、ぜひぜひ動画でお待ちしております。まあ今年はなんかいい年になりますように。はい、私は別にねいい年になるかどうかはもう自分のねやってきたことやから、まあしゃあないと思うんですけど、皆さんはなんかね、私の動画ではないけど、まあいい1年になるようには、してほしいなと思いますね。私の動画でなんかこれがほっこりするとかなったらもうめっちゃ嬉しいんですけど、まあそういうことはまずありえないので、まあちょっとねより去年よりも、2018年よりもいい1年になるように、この動画を見た方、祈っておりますので見ない方はね別にどうでもいいんですけど、まあ見てくれた方にはやっぱりねいい年になってほしいと思いますので、ぜひぜひ、去年よりも、活躍してください。それでは短くなりましたけども、いつも私の動画20分なんですけどね、今日はこれぐらいで終わっておきましょう。ご視聴いただきましてありがとうございました。またね、すぐ動画上げると思います。すぐかどうか分かりませんけど、まあ近いうち撮影行って、上げるか、去年分の残ったものをね上げないといけないので、まあまあそのね、家庭で何かあるか知りませんけど、まあ、今日はちょっと朝のうちワイドビューヒーター撮影しに行こうかなとは思って、またヒーター行くのかって、いやもうねなんかちょっといいスポットがあったんですよねとか思ってね、まあまあ大体わかるとは思うんですけどね、まあそういう撮影も兼ねて、またちょっといろんなとこ行こうかなと思っております。ご視聴ありがとうございました。やっぱりねグリーン車とか乗らないとダメかなまあまあまあ、とりあえずおやすみなさい。